はい、安藤です。今日はエンジニアードのカンファレンスのディスキルに来てます。で、今最後の1日目の最後のセッションのライトニングトークが始まるのを待ってる状態なんですけども、ちょっと会場の様子を見てみたいと思います。あ、ちなみにここが、ワイナリーっていうなんか大きなイベントスペースですね。ワイナリーっていう名前なんで、まあタルトカがいっぱい飾ってあります。ちょっと入り口の方から入ってみます。で、まじばやいいな。ここがまあ入り口で、デリストレーションのカウンターがあります。まあ、もうみんなナフタ受け取ってるので、もうレジストレーションの列とかはなくなってて、まあ、なんか問い合わせがあったりとかする人が少し来てる感じですね。中にで奥に入って、ここにスワックのバッグがいっぱいあります。これすごいです。クロームっていうサンフランシスコで流行ってるバッグのメーカーのスワックが今回作られていて、で、まあ、ちょっとここから見えないですけど、中にベルトが入ってて、それにエンジニアードのロゴが刺繍されてます。で、あとカバン開けると中にこのイベントのディスティのロゴもちゃんと入ってる感じですね。で、こっちが、メインの、キーノートをやるメインのステージです。まあ、大体300人ぐらい入るステージなんですけども、まあ、後ろにこう樽がいっぱいあって、ここ前にステージがあります。でですね、でこのステージの脇にですね、階段があってですね、この上が、まあ、休憩所のスペースになっています。で上はですね、まあ、コーヒーとかフルーツとか、まあ、朝だとパンとかが出たりとかもするんですけども、まあ、いろんなリフレッシュメントがあります。はい、こんな感じですね。で今だいたい列はけてますけど、ここのコーヒーがまあ、ロゴ入ってるんですけど、センドグリッドの提供になってて、まあ、朝とか昼はもうものすごい行列ができました。でこっち側が、まあ、食べ物を配るスペースですね。まあ、なんか、まあ、この時間も確かポップコーンとかフルーツとかがあります。で上から見てみましょうか。こんな感じですね。まあ、かなり人数来てるのが分かると思います。まあ、内容はまあ、ブログにも書こうと思うんですけども、まあ、とりあえず雰囲気こんな感じってことですね。はい。